どうもポテトンです。今回は魔人ベジータの倒し方について解説していきます。序盤のうちはあまり危険ではないので近づいてガンガン攻撃していきましょう。気力の残量に注意しながら攻撃していくんですが、急にギャリック砲を撃ってくることがあります。この場合に備えてバニッシュアタックをする気力だけは残しておきましょう。ベジータのカットインが入ったら回避に専念していきます。基本的に横方向に連続ステップしていれば避けることができますが、近接攻撃が来た場合はこのように後ろに回避する方が安全です。ビッグバンアタックは範囲が広いため横方向で間に合わなければ後ろ方向に避けるようにしてください。赤いオーラが消えたら反撃のチャンスです。このように間近でエネルギー弾を撃たれてやばくなった時はバニッシュアタックで避けるようにしましょう。カットインが入ったらまた先ほどと同じく回避に専念していきます。ベジータが近づいてきたらこちらも後ろに下がって常に中距離ぐらいを保つようにしていきましょう。
はい、といった感じで中距離以上を保つようにしてビッグバンタックやファイナルフラッシュを避けることができれば大きなダメージをもらうこともないと思いますので、よかったら参考にしてみてください。それでは今回はこれで終わりたいと思います。ではまたねー。